アール・オブ・セフトン・ステークスは、イギリスのニューマーケット競馬場で行われる競馬の競争。4月のクレーブン開催で行われる1マイル1、ハロンの重賞で、2014年の格付けは G3。アール・オブ・セフトン・ステークスは4月に行われ、ヨーロッパの本格的な平地競争のシーズン到来を告げる競争である。この競争は1971年に創設された。当初は、 ラビングハウスステークスの名称だった。第一回の競争に勝ったのはペンブロークキャッスルである。1973年から競争の名前はアール・オブ・セフトン・ステークスに改められた。これは第7代セフトン伯爵であるヒューモリノ・オヒューマランを追悼したものである。アール・オブ・セフトン・ステークスは春のクレイブーン開催3日間の3日目に行われる。2020年は 新型コロナウイルス感染拡大の影響により、開催取りやめとなった。2014年時点での記録。2014年現在、7名の騎手が参照を上げている。1999年は、従来コース1マイル110ヤードで施行。ジョージスタップス作、ニューマーケットのヒースとラビングダウンハウス、ラビングというのは、馬が流木などに体をこすりつける動作を指すが、 ニューマーケットにはかつて、ラビングハウスと呼ばれる建物があった。ニューマーケット競馬場のビーコンコースのゴール前に、王室旧舎のあばら屋があり、これが、ラビングハウス、ラビングダウンハウスと呼ばれていた。ラビングハウスはしばしば、ニューマーケットでの絵画の主題として描かれている。現在は、ニューマーケットの競馬場の近くにある旧ハロンのオールウェザーの調教コースが、 ラビングハウスコースと名付けられている。アール・オブ・セフトンというのは、セフトン伯爵を意味する。この競争の名前になったのは、第七代セフトン伯爵のヒューモリノーである。セフトン伯爵くらいというのは、18世紀中頃の初代セフトン伯爵チャールズ・モリノーに遡る。チャールズは、ランカシャーの森の試着家の執事で、チャールズの代の時に爵位が格上げされ、新たに、 セフトン伯爵医が作られた。第2代セフトン伯爵は、グランドナショナルの創設者として、競馬橋に名が残っている。また、第6代セフトン伯爵は、20世紀初頭に、指名頭を務めた人物である。第7代セフトン伯爵は、ジョッキークラブの会長を務めた人物で、1942年には、所有馬ミードックで、チェルトナムゴールドカップに優勝したこともある。 第七代セフトン伯爵が1972年に没するとセフトン伯爵位は断絶した。ニューマーケット競馬場では第七代セフトン伯爵を追悼するため1973年から競争の名前をアール・オブ・セフトン・ステークスと改めた。基礎情報各開結果。 ハットエ ABCDEFGBETTING-DIRECTORI.COM ワールオブセフトンステックス2014年5月12日閲覧 AB2014 インターナショナルカタロギングスタンダーズブック2014年12月25日閲覧 AB グロープセガーアールオブセフトンステックス2014年5月12日閲覧 グラスゴー・ヘラルド九1972年4月12日号2014年5月12日、閲覧。グラスゴー・ヘラルド九1973年4月11日2014年5月12日、閲覧。2015年レース結果から、レイシンポスト2015年4月20日閲覧2016年レース。結果から、レイシンポスト2016年4月15日閲覧2017年レース。 結果から、レイシンポスト2017年4月20日閲覧2018年レース。結果から、レイシンポスト2018年4月19日閲覧、2019年レース。結果、レーシングポスト。2019年4月20日閲覧。ABA 国国立絵画ギャラリーニューマークットヒース、ウィズ、A ラビング、ダウンハウス C1765、ジョッキークラブエステーツ公式 HP。 ベースコース地区2014年5月12日閲覧。ありがとうございます。